東伏見開会セレモニーを行います。闘技スポーツセンター川口博所長よりご挨拶です。皆さんおはようございます。朝早くからありがとうございます。この東伏見の土地にですね、早稲田大学のグラウンドができたのは、大正期、今から90年以上、あるいは100年近く前のことだろうと思います。今日このようなスポーツフェスタを企画しましたのは、長年にわたる地元の皆様に対する、まあ、多少なりとも感謝の気持ちというか、そういうものを表したいと、ぜひぜひですね、今まで以上に、地元の方々のご支援をいただきたいと、そのお願いを含めまして、今日このようなことを企画いたしました。今日はそういう、いや、オープンキャンパスなので、ぜひぜひ一日楽しんでいただきたいと思います。ありがとうございました。おはようございます。今日は、日頃の感謝を、伝える場として第1回、早稲田スポーツフェスタというものという形で、日頃の感謝を少しでも伝えれればと思っています。今日は一日楽しんでいってください。皆さんおはようございます。ただいまご紹介に預かりました、沢乙女と申します。私は、地元の東伏見商栄会の障害として日頃から学生の皆さんといろいろな形で携わらせていただいております。本日のこの第1回ということですので、来年以降もぜひ第2回第3回と、続けていけることを本当に願っておりますし、私も力の限り協力をさせていただきたいというふうに思っております。最後になりますが、早稲田大学のますますの発展と東伏見地区のこの地域のますますの繁栄を記念いたしまして、ご挨拶に返させていただきます。今日一日一緒に楽しみましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ここと中心が同じ円になるように。はい、もうそれは打ってます。で、今まだ円にまだ当たってない。今何2点です。少し右上にそれました。もうちょい左です。はい、OK です。あ、惜しいです。今度は8点です。少しだけ上にそれました。はい。そうだ、行け、前に行け、前に行け、行け、あ、やばい、ナイスカバー、うまい、スポー行くんだ、あ、やばい、前だ、前、あ、やばい、行け、フレ行け、フレ行け、フレ、それではですね、ただいまからスペシャルステージ、開催前に先立ちまして、早稲田大学応援部による、コンピューター、演奏よろしくお願いします。皆さん拍手お願いします。
いかと思いますが、我々早稲田大学応援部は野球応援だけでなく、サッカー、バレー、アメフト、ラクロスなど、早稲田大学のスポーツ、ありとあらゆるスポーツを応援しております。そんな今週末の野球応援をさらに熱くする早稲田応援的メドレーでございます。この早稲田応援曲メドレー、最後に繰り出されますのはコンバットマーチ。コンバットマーチの曲の名前は知らなくても、パッカパンせーの早稲田だ、パッカパンせーの早稲田だ、このメロディーを耳にしたことがあるという方は、ほとんどではないでしょうか。実はこのコンバットマーチ、早稲田大学応援部 OB 作曲による正真正銘早稲田大学オリジナルの曲なのでございます。1+1は2。そうです。